アメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタンの聖にコラス聖堂はかつてワールドトレードセンターサウスタワー近くにあった聖教会の聖堂。ギリシャ系移民、ギリシャ人聖院などに親しまれていたが9.11テロによる WTC 崩壊に巻き込まれて崩壊した。2010年5月現在再建に向けた取り組みが同教会信徒により行われている。 ミラノ・ニコラオスを記憶する教会、聖堂である。ミラノ・ニコラオスは、船員、銀行家、パン焼き職人の守護聖人である。教会は1916年にギリシャ系移民によってニューヨークの金融街に設立され、1922年に現在の場所で方針例を行うようになった。聖堂の建物そのものは19世紀初頭に建てられたものを流用しており、 三方を駐車場に囲まれていた。9.11テロの際、崩壊した WTC2 に巻き込まれ、聖堂は内部に至るまで寒布なきまでに崩壊した。跡地にはわずかに傷ついた遺恨、正規物が残されていた。崩壊直前に、聖堂管理人を呼び、当日聖堂にいた電気技師は避難したため、人的被害は皆無であった。2006年9月11日、 9.11テロによる永明者のために崩壊した聖堂の敷地でパニヒラを献じた。聖ニコラスの記憶日であり、聖堂の記憶日でも、ある同年12月6日、教会設立90周年が祝われた。2010年5月現在、教会の信徒は、ブルックリンにあるアシト聖大帝コンスタンチン、聖大号エレナ大聖堂で、方針例に預かっており、同教会の信徒と共に、 聖ニコラス聖堂の再建に向けて活動を続けている。建設中の聖ニコラス聖堂聖ニコラス聖堂やドイツ銀行ビルのあった外区はニューヨークニュージャージー港湾公社により新ワールドトレードセンターの一部として再開発されることになった。地上には地下駐車場への車両出入り口が作られ、その屋上はリバティパークという公園となり、ザスフィアもここに設置されることになった。 またリバティパークの一角に聖ニコラス聖堂が再建されることも決定した。新たな聖堂は元のセダー通り155番から若干東に移動し、リバティ通り130番に位置することになる。設計はサンティアゴからトラバが担当し、イスタンブールのハギアソフィア大聖堂やコーラ修道院、付属聖堂などのビザンティン建築を引用したデザインとなった。 2014年から建設が進み、2018年の完成を予定していたが、建設費支払いの遅れのために2017年に工事が一時停止していた。その後は2021年の完成を目指して内装工事等が進んでいる。ありがとうございます。